は、山本ルナです。はい。今日は、お仕事の日の Get Ready With Me を撮っていきたいと思います。はい。ってことでね、ちょっと珍しくすっぴんからスタートなんですけど、早速始めていきたいと思います。スタート！今日は天気が悪くて少しなんか曇り気味。スキンケアからやっていきます。なんかここ赤くなってんだけど、私のプロデュースしているお花R2の化粧水を塗ります。お花R2のエンリッチビューティーエッセンス。美白効果高めの美容液なので一年中使っております。朝は化粧水やったら、美容液を塗って、終わりって感じ。あの下地もね、めっちゃ保湿力高めのやつを使ってるので、クリームは塗らないです。はい。でスキンケア終わったのでメイクを早速やっていこうと思います。眉毛とまつ毛は整えて、まつ毛はあのパーマかけてるので意外とナチュラルメイクです。今日使うのはヒンスの下地をまず塗っていきたいと思います。下地これ結構保湿力高めなので乾燥肌の人とかおすすめです。そしたら先にコンシーラーを塗っていきたいと思います。コンシーラーもヒンスのコンシーラーを使ってます。まずもうこの赤みあるところとかこんな感じで塗ってます。コンシーラーブラシで広げていきます。こんな感じでコンシーラーやりました。そしたら上からクッションファンデを塗っていきたいと思います。ティルティルのクッションファンデ使います。もうほぼなくなってるんですけど、最後まで使い切ろうと思って結構もうカスカスの状態で使っております。花粉のせいか鼻周りとか口周りがさ、すごい乾燥する。リップはあらかじめ、オーベイビーのスクラブリップを塗りました。そして、眉毛はほぼやんなくていいんだけど、パウダーだけちょっとのせる感じで、ケイトのいつものデザイニングアイブロウのパウダーを、ちょっと上からのせて、はい、こんな感じ。もうアイブロウね、整えてるからマジで何もしなくていい。楽ちんです。で、影だけ入れておきます。で、チークもヒンスのチークを使ってます。もう高い位置にパッパッパッと塗っていきます。じんわりした発色が可愛い。そしたらもうアイシャドウパパーっと塗っちゃいます。ルナソルのアイカラーレーション7番。こちらのちょっとダーク系のカラー。大人っぽいカラーを塗っていきます。オレンジ、アイホールにこんな感じ。はい、下もオレンジでオレンジにしました。一色だけ。今日はちょっと濃くなった場合は指でこうやってぼかす。マスカラもルナソルです。お湯で落ちるから楽ちん。まつげパーマしてるのでビューラーもいらないんで朝はすごい時短です。こんな感じ自然と上がってくれる。できました。アイライン引いてリップ塗ったら終わりです。もう私の毎日メイク、仕事だけのメイクはこういう感じ。なメイクをしてます。サラがプロデュースしたリップを使いたいと思います。シュシュラン、これ使おうかな。3番のモーブピンク、こんなカラーです。うん、かわいい。こんな感じのカラーです。かわいい、すごいいい発色、そして保湿力めっちゃある。はい、こんな感じで今からメイク終わったので着替えます。ちょっと早くない？メイクすごい早い。
早いと思うんだけど。着替えてきまーす。ピュン。着替えました。今日はツイードの黒のワンピースにしました。ザラです。はい。ザラの購入品で紹介してます。はい。ってことで、今から髪の方をやっていきたいと思います。洗面台に移動しまーす。髪をやっていきたいと思います。前髪をカーラーでくるんとやっときます。これ大事。こうやって挟んで、くるんってしときます。はい。で、今から、ストレートアイロンで髪まっすぐにするんだけど、後ろ姿見せとく。髪今ボッサボサなの。見えてるかな？こんな感じ。はい。今日私が使うストレートアイロンは、パナソニック最上位モデルのストレートアイロン、ナノケアっていうやつを使っていきます。こちらのね、ストレートアイロンナノケアは5月1日に発売なんですけど、ストレート力と髪のケア性能が両立できるストレートアイロンになってて、ちょっとね、実際にレビューしていきたいなと思って使っていこうと思います。はい。はい。でね、ストレートアイロン、このナノケアは黒と白があるんですけど、私はちょっと上品な黒にしてみました。はい。で、もうボタン一つで簡単にスイッチオン。見えるかな？内側にね、スイッチがついてます。はい。で、私は170度でやりたいと思います。すぐ温まるんだよね。すごいよ。え？早すぎるぐらいすぐ温まります。はい。はい。なのでね、急いでる朝とか、すごい良さそうですね。すごい！見て！この、後ろとの差。すごい。こっちと、こっちとこっち、全然違うんだけど。一瞬で皿髪です。はい。すごくない？すごい。めっちゃいい。スーッと一回通すだけでもう綺麗なストレートになります。え、見て、もうこんなに早くこっち側がもう超髪綺麗になりました。こっちはこんなバサバサ違いがすごすぎ、一瞬です。本当にそうで、髪がさ、なんかさ、こっちパサついてるんだけど、アイロン通した方はしっとりしてる感じですね。やっぱり髪ケア性能がね、ストレート力と一緒についてるから、髪もちゃんとケアされてしっとりしてます。パサついてないです。使いやすい。ここに親指をさ、当てるグリップがついてて、すごい使いやすいです。で、この上の部分は上に上げてこうやってやります。じゃないと後ろはね、やりづらいので。後頭部一番ね、できてないとちょっとあれれってなっちゃうから、みんなもやるときは後ろの髪はこうやって上に上げて、こうやってやってあげてください。はーい、めっちゃ綺麗になった。髪が生き返りました。本当にすごい、ツルンツルンです。両方。こっちも、サラッサラのツルツルになりました。雨の日とかね、巻いちゃっても、すぐ落ちちゃうから、やっぱりストレートとかすごいいいよね。素晴らしい。あ、前髪はこういう風になるので、こうやって、崩すといい感じになるから、それでもアイロンをね、ちょっと、当てときます。完璧、サラッサラ。見て。ビフォーアフター多分すごい。はい、こんな感じです。こんな感じ。ツルンツルンじゃない？すごい。ツルンツルン。おぉ。髪超綺麗。すごい。気に入った。めちゃくちゃいい。めっちゃ早く温まるし、急いでる朝とかにもね、すごいいい。ツヤ感がすごくないですか？髪の毛の。
めちゃ髪綺麗な人って感じがする。でね、こうやってさ、ストレートアイロンこうやって通す時の摩擦も軽減してくれて、キューティクルのね、損傷を防いでくれるらしくって、マイナスイオン1000倍の水分量のナノEが髪にね、水分を与えてくれるおかげで、こういう風にしっとりまとまるみたいです。ナノEすごくない？ちょっとっていう感じです。皆さんもめちゃくちゃ髪の毛こういう風に綺麗になるので、パナソニックのこのナノケアストレートアイロン使ってみてください。めちゃおすすめです。はい、っていうことで私のお仕事の日のGet Ready With Me でした。今日はちょっと打ち合わせなので綺麗めなワンピースを着て、髪も綺麗にストレートにしてやってみました。いかがだったでしょうか？ちょっとバタバタになってしまったんですけど、バタバタでもすごい髪も綺麗だし、バタバタなりにちゃんとできたかなと思います。久々の Get Ready With Me どうでしたでしょうか？はい。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。